こんにちは、オレンジシフトの谷です。今回はアフィニティフォトの自然なサイドの説明です。アフィニティフォトのサイド調整は他の写真ソフトと少し挙動が違うので、その点についても説明していきます。この動画と同じ素材を利用したいときは概要欄からダウンロードして利用してください。写真を見て実際に撮影した時の記憶より鮮やかさが不足している、またはもっと鮮やかな方が写真が綺麗になると思った時に利用するのが自然なサイドです。自然なサイドを利用するにはレイヤーのパネルの下にある調整のボタンをクリックします。その中にある自然なサイドをクリックして表示させます。ダイアログには自然なサイドとサイドの2つのスライダーがあります。かなり機能が似ていると思います。調整する前に両方の違いをアフィニティフォトのヘルプで確認してみます。アフィニティフォトのヘルプによると、自然なサイドの機能はサイドの高い色の下方はクリッピングを最小限に抑えながら淡いカラーが強調されます。それに対してサイドの機能はクリッピングが生じる可能性があります。さらに自然なサイドは自然な発色を損なわれないように肌の色調も保持されますと記載されています。少し言葉が分かりづらいと思いますので、実際に画像で検証してみます。単純な画像に変更します。このグラデーションの画像は右端の部分のサイドが 100%、 左端の部分のサイドが 0% になるように調整して作成しました。また値を数値で確認できるように情報のパネルのサンプルの機能を利用しています。情報のパネルの数値でサイド情報が分かるように RGB のモードから HSL のモードに変更して測定しています。各サンプルポイントは HSL の S サイドの値が 0% から 90% まで 10% 刻みになる場所に配置しています。この状態で自然なサイドを表示させます。自然なサイドの値を 100% に変更すると、もともと 50% の S の部分の値が全て 100% に変更されます。よってこの画像に対してだけの結果ですが、ヘルプにあるようにクリッピングを抑えているとはあまり思えませんでした。この傾向は青い画像に対してだけではなく、緑の画像に変更した時も同じような形になっています。ところが赤い画像に対して確認すると、自然なサイドが 100% でも 0% でも情報のパネルの値が全く同じことがわかります。この結果から肌の色調を保持してサイドを上げることができるようになっていることがわかります。自然なサイドは下げてしまった時には赤に対しても影響しますので、肌の色調を抑えているというのはサイドを上げている時だけになります。もう少し分かりやすくするために、先ほどのこの青い画像に対して自然なサイドを 0% の時と 100% に変更した時をグラフ化してみました。グラフの青い線がもともとの画像のサイド値です。自然なサイドを 100% に上げると、オレンジの線のように画像が鮮やかになっていることが分かります。またサイドのスライダーを 100% にした時の測定値も表示させます。こちらは自然なサイドよりサイド値が高くなっていることがわかります。サイドスライダーを 45% に変更した時の測定値を表示すると、ほぼ自然なサイドを 100% に上げた時と同じ値になることがわかります。以上のことから私個人の見解になってしまいますが、自然なサイドは赤成分のサイドを変更したくない時に利用する、サイドは全てのカラーのサイドを鮮やかにしたい時に利用する、そんな感じがいいと思います。またサイドのスライダーは強く効くようになっているので、
自然なサイドと同じくらいの調整でいいときには半分ぐらいでちょうどいいと思います。元の画像に戻って実際に補正してみます。この画像のように赤成分がほとんどない画像では、自然なサイドのスライダーをいじってもサイドのスライダーをいじっても変化がほとんどないので、好きな方でいじったらいいと思います。自然なサイドのつまみを 100% に変更して写真をたくさん鮮やかにすることもできますし、代わりにサイドのつまみを 50% ぐらいまでドラッグして同じような感じでサイドを鮮やかにすることもできるようになっています。より鮮やかにしたいときには、自然なサイドとサイドを両方変更するとさらに鮮やかにすることもできます。画像を変更します。今度は人物が含まれている画像です。肌の部分の鮮やかさをどうするかによって調整をしたらいいと思います。レイヤーのパネルの調整のボタンをクリックして自然なサイドを選択します。まずサイドのつまみで肌をどのくらいまで鮮やかにしたいか決めます。人物の肌を鮮やかにしたくないときはサイドを 0% でそのまま作業します。続いて人物の顔色はそのままにして、それ以外の部分に対して鮮やかにしたいときには自然なサイドを上げていきます。そうすると顔の鮮やかさを変更しないで写真全体を鮮やかにすることができます。今回の写真はこれで十分だと思いますが、さらに鮮やかにしたいときにはキーボードでコントロールキーを押しながら J のキーを押してレイヤーを複製します。レイヤーのパネルを見てわかるように、自然なサイドの調整パネルが2つに複製されました。今2倍の状態でかかっているので、このつまみをさらにいじって2倍よりも少し少なめにかけたりとか、そういったことをすることもできるようになっています。以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。